者にでもなってくれりゃよかったんだけどさ、頭の良さは私に似ちゃったのね。教師になるのが夢だったんだろう。そう喜ばないと。確か本当はお医者さんになりたかったんだね。何でも相談乗るんでいつでも話してください。お父さんじゃない。